はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、アウトラスト実況プレイヤーっていきましょう。前回のパートの続きですね。では早速やっていきまーす。このベッドの下にね、ずっと隠れていました。上に寝たいんですけど、柔らかそうなマットの上に、まあ、上に寝てたらね、一瞬で見つかりそうなんで先を進んでいきます。あそこで隠れないで上に寝るってホラーゲームじゃないよね。あ、どうしたんだお前、失恋したのか。もうかわいそうに、いい人きっと見つかるって。バッテリーもっと欲しいな。バッテリーも3つあるんですけど、あと40個くらい欲しいよね。なになに、こいつ出てきた。ちょっと待って、痛い痛いで殴られた。ちょっと待って、なにあいつ、なにあいつ、なにあいつ、ちょっと待って、柔らかい柔らかい柔らかいって何？何の感想？痛い、ちょっと待って、もう待って待って、もうリアクションを取らして俺に。何やってんのお前、あのリアクションが追いつかないんですけどねえ。あ、待って待って、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃないよ。この部屋か。バッテリーない？もうリアクションが追いつかない、このゲーム。おう、電気、おう、うわー、ちょどうした、どうした、すげえつぶやいてる。もう歯綺麗だね、なかなかいいと思うよ。やっぱ歯の綺麗さはね、やっぱいいと思います、僕。あー、いつかわいそう。どっちに行けばいいんだろうこれ。落ちないように気をつけよう。 D ブロック、まだ D ブロックか。こっち、同じような部屋ばっかだな、誰もいないですね。でたまに囚人いそう。あー、ここ降りていくパターンか、なるほどね。でも奥に行けるってことはだよ、みんな、バッテリーがあるってことだよ。汚ねえ、バッテリーが絶対どっかにある。俺にはわかる、あるんだろ、あるんだろ。多分このラジオの中にバッテリーがあると予想、俺は。でも取れないな、終わったということで降りていきましょうか、下に。よし、あ、やべ、ゲームが固まった。待て待て、ま、え、入れなくなったんだけど、なんだあれ。しゃがまないと入れなかったんだけど、今めっちゃ焦ったどういうこと。降ります。何ここ、あ、もう何ここ、最悪。え、どっから行こう、ここ開く、開かないですね。もう最悪だ、もう最悪だ。D ブロックか。お邪魔します。ここは開きますか？開かない。開かないとこ多いね、結構。隠れられるぞ。隠れられるイコール、追われるってことですよ。どんなこれ、ロッカーの置き方？全部出てきちゃうよ、こんなところに至っても。バッテリーも特にないしな。こっちじゃないのか。いけないってことは。なんか穴があるね、あそこ。あそこに行くパターンがある。うわ、やべえ、ここ。マジ半端ない。うわ。めっちゃ血で書かれてる。ワールライダー。うわぁ、このバケツ。半端ないね。っていうかね、前回のパートで、あの、1回目のアウトラスト実況と全く同じ反応を僕がしていたらしくて、リアクション。同じだったらしくて。やっぱね、何年経ってもリアクションは変わらない。とっさの時の。そう感じました。ここだけなんか、扉があるね、この、なんていうの、ロッカー。怪しい。コナンなら真っ先に疑うね、あそこ。で、僕はコナンじゃないんで。こっちか。体もね、心も頭も大人なんで。これバルブ回す系だったっけそんなわけないか。そんなゲームじゃねえか。怖いな。やだな。ちょっとハードル層か。ハードル層。ここ越えれね。俺には越えれね。わ、ちょっと待てよ。このゲームね、来た道を戻ること多いからね、ちゃんと道を覚えていかないといけないんだよね。もう忘れたけど道。下水管の外に出る方法を見つけましょう。いや、今入ったとこなんだよな。むしろ自分から望んでここへ来たんだけどな。もう出ないといけないの？うわ、やばいな。ここ奥行けないよね。なるほどね。よし、どんどん行きましょう。もう怖いよね、なんか本当に。バッテリーあまり使わないように。こんなとこで洗濯物干してんの？絶対湿ってるから乾かないよ、本当に。あ、びっくりした。ペットボトルか。ただのペットボトルか。バッテリーかと思った。なんだ。ここ飛び越えて。うわ、暗いな。はい、分かれ道パターン来た。でもこっちは塞がれてると。なるほどね。元気？生きてる？ハゲてるね。なるほど。この下か。了解した。行くぜ。ここ消していきましょう。できる限り。大丈夫。よし。前確認して。わ、なんかすげえ光ってる。あのライトすげえ光ってる。え？
っくりした。何どうした、いきなりビビり出した主人公が。え、あのライトめっちゃ光ってない？あんな光ってるライトあったっけ、アウトラストで。初めて見たんだけど、キラッキラじゃん。え、追い求めてみたものがここにあったかもしれない。やばー、これめっちゃ綺麗。近づいたらそうでもなかったけど、明るいですね。あー待って、明るさが怖い。ちょっとなんかね、このアウトラストね、なんか変なとこ押しちゃう。待って、何の音、何の音、変なとこ押しちゃうんだよね、画面外を。ドキュメントありますね。おい、ドキュメントの隣にとんでもないもん落ちてんぞこれ。なるほどね、はいはいはい。はしごがなんか壊れた的な感じかな。こっちか。よし、なんか敵いそうだよね、そろそろ。絶対いるでしょう。あれ、これ元来た道じゃんどういうこと、完全に迷ったんですけど。こっちか、なるほどな。なのと、ギーギーなってる。気をつけて。みんな気をつけて。セーブ入りました。バルブを二つ回して水を流しましょう。そうだっけ。ああ、そうか。水流さないと下に行けないパターンか。あったな、こういうな。こんな地図見ても正直わかんないと思うじゃん？なるほどね。現在地どこ、これ。っていうか。現在地どこだ？ここか、現在地。まっすぐ行って二つ目の角を左に曲がると。わかんねえや。まあ、とりあえず行ってみるか。まっすぐ行って、何の音？何の音？今の。なんで入場してきたの？なんでプロレスラーに入場してきたの？ちょっと待って、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 お兄さん？お兄さん？お兄さん？いや、待って、お兄さん！いつ早く、早く隙間に入れて、隙間どこ？ああ！なんで？こんなひどいことが起こるの？どうして僕たち人間は、こういうやつに倒されるの？待って、このゲームどうしたらいいんだっけな。入場してくるから隠れてればいいんだっけ。隙間から見えますね。うわ、巨大生物観察キットだ。バレないでしょここ、さすがに。多分バレないよね。いいね、あいつから逃げつつバルブを回すか。うわ、すげえチャラチャラ言ってますね。最新流行ファッションかな。とりあえず、こっち奥行けたっけ？あー、閉まってるか。てか、どっちみち奥に行けないといけないパターンね。なるほど、ゆっくり行こう。まあ、ゆっくりね、行けるゲームなんで、これは。あ、BGM が遠くなってるね。離れて行ったってことかな。とりあえず見つかったら走る。いるかい？なんも見えませんね。どっちだ、どっちだ？そう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 。バレた、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 みんなバレた。行き止まりんこ、行き止まりんこ来た。どうにかしろ。どう、来た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 よ。はいはいはい、向こう行くパターンね。そのうちに俺はこっちに行くよ。止まってこっち振り返んなよ、マジでやめてくれよ。本当に変なことすんなよ。ど、俺どこに行くんだっけ。待って待って待って、うそしょうそしょ、待って、俺どこに行くの。こっちだ、走れ、早く早く、自分を信じろ。ここに滑り込め。遅い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 。はい、オッケー。え、待って、捕まってんのかい、捕まってんのかい。待って待って、本当に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 待って、なんかよくわかんない来てる。よしよしよし、いいぞ、いい調子いい調子、はい、いい調子。よくわかんないけど細いとこ入った。いいぞいいぞいいぞ、いい、いい調子。はいはいはい、無理だと諦めたっぽい。これ勝ったでしょ多分。この部屋にあった、バルブ。あ、ゲームが止まったのか。びっくりしたーい。いや、めっちゃ焦ったんだけど時間が止まったよね、一瞬今。焦ったー。なんかこれスキムミルク、全然よくわかんないアイテムがいっぱいあるけど、とりあえず飲めなさそうなんで。バッテリーないの、なんで。心配、ここ出たらさ、待ってるとかじゃないよね。もう待ち伏せされてたら俺このゲームやめるわ。さすがになかったか、そこまで鬼畜ゲームではなかったようですね。ここ行くか。出たらいるとかもやめろよ、マジで。何？あ、本当にいた。本当にいたんですけど。ああ、いいお尻。早く行け、どっかに。おい、そこで止まってたら俺が一生出れないだろ。よし。で、奥へ走り込むよ、次は。はい、ゆっくり。はい、ゆっくりゆっくり。はい、はい、はい、はい。
はいはい、走る走る走る。はいはいはい。はい、見つからない、なぜか。奇跡。で、どっちだっけ？こっちだ。こっちに走って、でもバルブの位置わかんねえな。とりあえず奥まで走り抜けるか。こっちで、ここっぽい。やったやったやった、二つのバルブ。よし。流されちゃったって、実績のロックがなんか、なんだろう、安心感っていうか、なんかその、気の抜ける感じ。バッテリーないの？ないんだ。で、戻らないといけないからね、このゲーム。なんか来そうじゃね？一応隠れとくか。なんか来そう。こっちまで。俺だけ？ほら、音する！隠れて正解だった！これがアウトラスト2回目の勘ですよ。来ると思ってたぜ。巨大な体野郎。ネーミングセンスマイナス500。さあ来い！来た来た来た！ここ開けてくんなよマジで。このロッカー持ち出して遊ぶなよマジで急に。そっちかを確認しに行く。恐ろしいやつだ。まあ落ち着けば大丈夫。ここにいれば絶対見つからない。みんな安心して。こっちに歩いてきたけど絶対見つかんないから安心して。ほら。隣を確認している。ここは絶対開けられないから安心して。ほらね。だと思ったぜ。背中から飛びつきたい。早くどっか行け！でも早くどっか行ったところでさ、その、道にいたらさ、俺捕まるんだけど。ゆっくり行こう。待てよ。待てよ待てよ待てよ。どこにいる？右かな？右にいる？右に行くんだよね、このゲーム。あ、オッケー、いないっぽい。奥行ったっぽいな。よし、いいぞ。ゆっくり行け、ゆっくり。戻るのが怖いんだよね、ほんとに。このゲームは。ここで捕まっても多分最初からでしょ。よしよし。バレてない、バレてない。ゆっくり行け、ゆっくり。ゆっくり行けばバレません。いいぞ、いいぞ。今回はなんか前回のあの1回目よりすげえ録画できてるよね。前回のアウトラさんって全然録画してなかったからね、俺。ただ遊んでる人だったからね。はい、行く。はいはいはい。待って待って。はい、早く降りて。ああ、よかったー。ここで待機してようかな。来いよ、ほら。こうやって下にいたら最悪だよね、これ。さすがにないか。BGM がめっちゃ鳴り響いてるけど、俺は無事！イエーイ！うまくいったね、最後。よし、長い階段だな。枕なんだけど、これ。降り切った？あれ？降りた方が最悪じゃね？これ。うん。これ出れたの？下水道から。出れてないよね、絶対。余計ひどくなったよね。なるほどね。なんかまだいそうじゃね？わー。どうやってその上に上がったのって感じ。オリンピック選手目指してたのかな。お前は水泳か。絶対無理だぞお前は。はあ、でだうぃーダメージ食らうんだ。ダメージ食らったのにビビったわ。あ、また上がるんだっけ。何のために下ろした。なんか怖くない。あれ怖くない。何今の、何今の顔。ちょっと待って、誰か覗いたの。ねこれさ、なんか首掴まるとかじゃなかったっけ、上がった瞬間に。怖い。怖いんだけど行きたくない。待って、来るよみんな、来る。来ないんかーい。うん、だから声がするぞ。何の声。こっち行けって書いてありますね。とりあえずテープが入った。明るいとこ安心。でも敵に見つかりやすいからね、気をつけてみんな。走り抜けよ、こういうところは。なんゆっくり行ってもいいことはない。待って、あいつ誰だっけな。あ、どっか行っちゃった。あいつ誰なんだっけな。あ、バッテリー、久しぶり、バッテリー。またあったね。これ拾えないんだけど、バッテリー。よしよしよし、よかったよ。よしよしよし。でこっち行き止まりっぽいから、こっちか。開けんぞ。また、怖がる必要ない。我々同じだと言ったはずだ。現実だということは知ってる。もう知ってるよ、うん、ここで働き始める前に死んだ。まあね、よくわかんないけど、一旦ちょっとここで終わるか今日は。下着ないじゃ、降りちゃった。
でも折れちゃったんで、行きましょう。なんか吸い付けられるように折れちゃったんで、降りて終わりましょう。やっぱやめよう今日は、うん、ということで一旦ここまでに置いといて、また次回続きをプレイしていきます。じゃあ、あいつの元へ戻ろう。なんかその上の空間すげえ安心できるスペースだわ。うん、ということでまた次回続きやっていきます。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してってね。いない。じゃあポッキーでした。え、どこ行ったあいつ。え、嘘嘘だろ、マジか。え、衝撃。じゃあ次回続きやっていきます。バイバイ。